それでは聞いていただきましょう。シンデレラの夜。皆様のそばで給仕させていただくと存じます。水蓮のように純粋にバラのような愛を、不自由なことがございましたらこちらのペンで私どもをお呼びくださいませ。いつまでもいつまでも変わらぬ日々を。いただきましょうか、いただきましょうか。皆様こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがたいですね。ありがたいですね。ありがとうございます。はい、ありがたいですね。はい、こちらはですね、こちらの噴水広場からはいはいはい、行わさせていただきます。こちらですね、ストリートミュージックと、はい、まあ、ダンスなどのパフォーマンスですね、うん、を皆様していただきます。はい、サンシャインストリートステージボリューム33。もう33回こちらやらせていただきました。すごいですね、歴史ある大会です、はい、でその中で今回はちょっとアイドルに特化したアイドルの皆さんによるステージ、スーパーアイドルディスカバリーをお届けいたします。はい、ありがとうございます。いいじゃないですか。ありがとうございます。この大会予選とかを行ってるんですよ。おお、すごい。はい、でその予選を勝ち抜いた6組のアイドルによる本戦のステージがスーパーアイドルディスカバリーということになってます。はい、なのでね、えりすぐりのメンバーが集まってたんです。はい、はい、お素敵な審査員の方も、はい、お呼びしてますので、早速ご紹介しましょう。アイドルジャーナル編集長津山幸秀さんとお笑い芸人の比嘉もえるさんです。どうぞ。見えてるか。本当そうですか。大好きね。大好きないですよ、それ。まあ、簡単にちょっと自己紹介の方していただきましょうか。はい、お願いします。はい、編集長お願いします。アイドルジャーナー社の、秋葉系アイドルチャンネルというサイトを運営してます、津山幸秀といいます。主にですね、秋葉原で取材をしてまして、AKB からいろいろ取材全部やってます。年間800本ぐらい取材してますんで、すごいですね。日本で一番アイドルを取材してることといいます。はい、むちゃくちゃじゃないですか。1日1本超えてますもんね。やばいな、はい、全然そのペースやってて、この衣装でもいろいろやってますんで。じゃあもうアイドルのことは編集長に聞けば間違いないですね。そうですね、はい、私に聞いていただければ。ありがとうございます。あとあとね、はい、的確なコメントとかもいただければと思います。じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。次はもっとすごいですよ。いや、なんとなくやばい匂いは感じてます。さあ皆さん、よろしくお願いします。いや、あなたの自己紹介ですから僕なんかどうでもいいです。僕よりも松井杉谷さんの方がこっちでいいんです。なるほど、はい、いや、杉谷さんすごいですよ。だって今ね、はい、ただの YouTube で AKB48 の池さんは見えるのに、はい、ここに来てますから見えるのね、はい、すごいですよ。裏ではそんなことが行われてるのにやってるんですよ。いや、あっちが本物ですよ。あっちが本物。うわ、熱さ、うさ。何これ。はい、
させていただきますので、はい、はい、じゃあこちら審査員席がありますので、そのまま審査員席の方をお願いいたします。まずさんよろしくお願いします。いやいやいや、個性的